小学校から器械体操をやってましたが、親が体操に詳しい家庭が羨ましかったです。家で練習の話ができるので、だって。まあそらね、家族が体操選手とかだったら楽だけど、もう今なんかぶっちゃけ十分自分で勉強できるよね。正直どんなスポーツも、もうコーチなんかいらないよね。正直あのスマホ1個ありゃぶっちゃけあのどのスポーツも日本代表クラスのトレーニングできると思いますよ今。うん、だから今のこの時代に練習がうまくいかないとか言ってるのはもうシンプルに勉強不足、もうそれしかない。はい。だってさ、俺の動画見たってさ、ダルビッシュ有がさ変化球の投げ方をさ握りから力の加え方まで教えてくれてんだぜ。そんなのさどんな本見たって昔は載ってなかったんだから。本当にどんな本見たってプロ野球選手が回転のつけ方、腕の振り方みたいな力の使い方をあんなこと細かく教えてくれるなんか本なんかなかったけど、今なん本当俺ダルビッシュに教わった変化球投げ方さ真似してちょっとやってみるって本当に曲がんのよ、ふわっつっておいおいおいっつって。こんなのが俺が小学生の時やったらどのスポーツでもなんか4つぐらいのスポーツでプロになってたんじゃないかなと思うもんな。マジでえげつない時代になったもんだわな。本当に素晴らしい、本当に素晴らしい。